はい、いかがだったでしょうか。はい、はい、実はこれ撮影したのが 2,3 ヶ月前なので、おー、真冬なんで、VTR よりはちょっともう大きくなってるかもしれませんけど、うん、あのモモとモミジとコロンの成長を確かめるためにも、ぜひ実際にお店に足を運んでみてください。その時はね、パーカー着ていけばいいんじゃないかな。はい、はい、ではですね、人間と猫の共存をテーマとした自然空間の 猫カフェ、猫まんま、年中無休で営業してますので、いつ行っても大丈夫。はい、大丈夫です、はい、皆さんね、ぜひ実際に行って、あの猫であるのを見て、モモ、うんうん、とモミジを見たいんですけどとか言ってくれたら、うん、かなり嬉しいです。そうですね。はい、はい、はい、ではここで前回の放送でご紹介したアトリエカオルさんのグッズの当選者発表をしたいと思います。それではモモチさん、お願いします。はい、はい、山形の鶴細工工房から生まれた猫グッズ、アトリエカオル、猫ちゃんのためのユニークな商品がいっぱいです。まず、またたび寿司を当選されたのは、お、足首舗装さんです。はい、今日チャットに入ってますね。おめでとうございます。そして人気が高かったまたたびハンバーガーを当選されたのは、リュウジさんです。おめでとうございます。今日はチャットに入ってませんね。ららそしてネット限定販売のまたたびおみくじを当選されたのは、ゼロ&ファイターさんでした。あ、おめでとうございます。皆さん本当におめでとうございました。はい、おめでとうございました。はい、実はあのもう届きましたよって言って VTR とかね、届いてますので、次回の放送でその様子をあの紹介したいと思います。はい、外れちゃったっていう人は本当にごめんなさい。くそすごい悔しがってるけど、はい、おめでとうございます。今回もね、視聴者プレゼントありますのでね。あ、そうですね、こちらでぜひ今度当ててください。当ててください。なんたって10名ぐらいには当たるので10名様と言ったけど、10名かは分かりませんけど ね、もっと多いかもしれませんので、ぜひぜひ応募してみてくださいね。お待ちしてます。お待ちしてます。今日もね、たくさんチャットに入ってくれて本当に、ね、ありがたいことですな。ね、外見もいっぱいいましたね。ね、本当に猫好きが見てくれてるのか不思議だったんですけど、あ、そうですね、先ほど紹介した TICA オールジャパンキャットショーの URL の方が間違ってましたので、はい、大変失礼いたしました。はい、大変失礼いたしました。こちらですね、こちらが正しい方ですね。はい、はいはい、足首舗装さんが、桃太郎はもう寿司をボロボロにしてしまいました。やんちゃ盛りだからね、しょうがないです。もうでした。ボロボロにするほど遊んであげた方がアトリエカオルさんも喜ぶと思います。一体どのぐらいね、寿司をボロボロにしちゃったんですかね。あのよくね、あのしっかり握ってない寿司ってボロってなるやん。しっかり握ってなかったかもしれない。びっくりだね。 お箸の方もボロボロになっちゃったんかな。まあ楽しんでいただけたようでね、よかったですね。うん、相当気に入ったんだね。気に入ったんだろうね、またたび入ってるから、うまーみたいな。あ、はい、じゃあこの後のまたあの他にも当たったリュウジさんとかジャンドファイターさんの感想もちょっと気になるところですね。気になります ね。私も実際見てないのでね、うん、商品を。そうだね、かなり可愛い感じでしたけどね。本当に猫にとっていいサイズ、うん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 、猫が、あ、キャトラさんがモンプチのセット欲しいなって、あ、それ応募しないと当たりませんよ。でも10名に当たりますからね。10名にそのうちの1個はもう開けちゃったんで、私がもらいます。なんだと思う。開けちゃったんで、思いっきり開けた。今日1袋食べさせてしまったので、うちの猫に。おい。もうね、モンプチはやっぱりいいよ。あ、そうなんだ。かなり美味しいみたいですね、個的には。はい、はい、ではなかなか豪華な、あ、まだ1本ありますね。はい、ね、なかなか豪華な商品ですのでね、はい、今回もで、しかもモンプチさんが10個と10個とで、あの7月頃にはエスパスモンプチオフィシャルキャットの応募もありますので、うん、そうですそうです、そちらも応募してください。はい、ね、応募してください。楽しみだね。楽しみだね。結果発表は冬かな、それまでね。そうですね、今から取っていけば全然間に合いますので楽しみですね。はい、はい、はい、ではではそろそろ時間となりました。そろそろ早いですね。早いですね。今日もあっという間でしたね。うん、はい、また皆様からのにゃんこの映像や今回写真も募集してますので、うん、できれば写真だったらまだ気軽にね送れるから。あ、そうだね。はい、はい、投稿してみてください。あ、チャトラさんは2匹いるって。あらま、あらま、あらま、いいこと聞いた。はい、はい、ではでは次回の猫であるは6月6日日曜日5時からです。はい、
ちょっと今週は第2日曜日だったんですけども、日曜日、次回からまたちゃんと第1日曜日から放送しますので、それでは、はい、はい、次回は6月6日日曜日5時からです。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。はい、バイバーイ。